はい、梅雨入りしました、昨日。ほんと梅雨らしいお天気になりましたけど、いやー、ドンピシャでハウス片付けられてよかったわー。ねえ、ほんとドンピシャでした。ね、なかなかこんなぴったりいくこともないんですけどね。これで、今日から夏モードってことですけど、雨降ってるのでどうしよっかな。はーい、室外機掃除中。中にアクがたまれんな。取れる？それで洗車機で取れる？やっわかる。何をつける？まあ炭酸カルシウムやな、いわゆる。そうねんって、この辺の井戸水炭酸カルシウム多いだよね。春作業で使った機械をガンガン整備中ですけどね、これほんと石膏みたいよね。今時でもこんな室外機使ってる農家おらんやろね。平成7年って書いてある。加湿ヒーター久保田すごい。ただこれにつないである、コントローラーは最新型 でデジタルで動いてるんで、昔あれサーボスタットやったらほんと大変やったわ。たまにヒューズ飛んだりね。あ、本体は書いたよ。平成7年に来たことなんですけど、平成26年に来たらこれは錆びてもうボロボロ。ああ、なるほど。このユニットは使えるから、そこのスイッチ。へえ、道理に色が違うなと思った、うん、へえ、メーカーにして作ってくれる人は作ってくれる人。すごい。なんか2、3回も。へえ、確かにこれはもうボロボロで錆びるわな。なんかこれね、使うの悪かったら10年も持たない。洗う前に日々入れとくと結構落ちる。ああ、ある程度。これは洗う前なんや。これこのままかけてもね落ちるのに、ちょっと日々入れるとここからめくれてくれるんだ。ほんでもきれいにするときはなんか溶剤につければ。硬っ。これそのままだん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 膨らんで、膨らんでくるよ。前膨らんだらまああんま良くない、効率良くないよ。ボイラーとかもよく本当ボイラーってほら定期的にほらつける、除去するようになんか液みたいもんや。薬だ。薬だ。なんや、サンポールじゃないわ。サンポールはトイレやけど。サンポールは酸やから、酸に効くんで、カルシウム。何でもいい？酸かな。サンポールにつけときゃいいやんねん。サンポールつけときゃ取れるんかも。サンポールはカルシウム、酸や。まあトイレのトイレのなんとか石、尿石が取れる。まあ、特に井戸水やからね、まあ町の水でもスケールは作るんやけど、なるほど、サンポールマジか。確かにトイレと尿石消すやつ。バイクのタンクのサビ取りとかもサンポールで。そうだよ。意外な使い道。雨降ってきてまた外作業から撤収でした。今日はこんなもんかな。梅雨らしい天気ちゅうことで、 NW5 納車整備中。NW になってからこのフレーム形式がすごい特徴ねんだ。シャーシフレームやな。フレームの上に物が乗っとねんて。簡単な話せるようになったもん。うん。前は一体化しとったね、なんか。これ分割式で、だって、基本的にこんなのが荒いもん、外さん。確かに。これはこのままずっと置いとくと、錆びたりなんだり。錆びついてね。で、例えばハーネスとか、今まあ結構ボブすぎだしあれやけど、こういうとこが錆びついて、そのまま。前なんかフレームにボディが巻きついとったもんね。そこの、ZP55 とか。こういうとこにほら、ハーネス束は俺やろ。ここにほら、このぐらい。俺。こういうとこに肥料がね、粒がここに残るやろ。分かる。腐食してけんって。で、これまた防水やけど、特に防水でないタイプ。例えば、これなんて防水してないね、実は。このまんまほら、露出で。ヒューズボックス。これ露出やから、そのまんまほら。分かる。まあ錆びないってことね。コストダウン。これ下向いとくから大丈夫って。でも濡れとるよね。もうやっぱ直すとやっぱ潰れた。前結構不足してね、その端が外れるトラブルが結構あるから。めっちゃ綺麗にして。このバッテリーボックス俺攻めすぎてぶつけとるよね。ガーンって。割れんでよかった。もう一回全部バラして洗った方がきれいになる。これ確かにこれね、少しずつ上から洗っとったりきりない。そこら辺ね、きれいにバラして外して、外せるとこ全部外して洗った方が早いわ。確かにほら、このネジ5分ってなってる。素晴らしい。整備士がそうなってる。ところでエンジンに川崎って書いてあったかK って書いてあるけど、久保田の K かもしれんし、川崎の K かもしれんし。メイドインチャイナマジか。あっちもジャパンって書いてあったそこは大事よ、さすがに。まだお前日本製品探すの難しいわや。本当や。ジャパン探すの大変や。結局こいつが川崎市っていうファンのコメントはまだ検証できてない。確かに川崎なら NW やめて ZW とかにせんなんだけど ZZR とか。いやほんでも OM やからわざわざ K とか川崎さんのもいないって。まあな久保田さんに失礼やな。大体エンジンでそんなホンダとか、まあバイクもそうだけど、エンジン自体にそんななんかそういうなんかコピーみたいなのが見たことないかも。分からんよ今あるかもしれない。トヨタのエンジンで昔ヤマハやってんの。ヤマハ今でもヤマハと提携してもらえるかな。だから昔の60、70、80年代の車ヤマハのエンジン、ヤマハって書いてあったもん上に。ヤマハやったら XJ とかいろいろ買いとかないの RZ とか。2011もヤマハ名車ジェームス・ボンドを2度愛する2度死ぬじゃなかったっけなんかいろいろ合体したのどっちゃった。オープンカーのエンジンもヤマハ。そうや浜見えて浜行け確か見えなかったから。あれもねヤマハエンジン。お前日本人のボンドがあるやつ。川崎ったら忍者のエンジンやね。忍者ってディーゼルねえし。なんかこれあっどうか川崎のマーク入っとくか。別に川崎のマーク探すのにバラしてるわけでもないけど、これ川崎のケンジ久保田の系じゃないかいや分からん。入っとくかもしれん。川崎とはいねえやろな。スペルが多いもん大体。まあこの小型ディーゼルエンジンはなかなか優秀だよね。素晴らしい。ディーゼルの小型化って難しいんだけど、コストとか丈夫に作られましたから。さすがにこいつね DTF とかなんかいやもう尿素たらアドブルーたらってややこしいわ掴んで助かったけど、これにお前アドブルーたらお前 DTF やってたらハイブリッドのエンジンさ馬力のないの機に乗りたくないわって、なんかハイブリッドのエンジン開発してる農機用のバッテリーと一緒にモーターで動くんやろ。馬力のない農機用川崎やろこれ、川崎に出るから。まあということで梅雨はマシン整備の季節でもあります。